ももちです。ピピピース。今回の動画はですね、GU ユニクロの新作アイテムを使って、大人カジュアルコーデルックブックをやっていきたいと思います。プチプラアイテムを本気で高めさせる、カジュアルだけど女性らしい大人っぽコーデをたっぷりと組んでみました。ぜひ動画を楽しんで最後までご覧ください。それでは早速動画、行くぞ!はい、ということで早速ルックブックやっていきたいんですけれども、まず私ももちはですね、身長160センチの43、4キロで、骨格がストレートでございます。ぜひ私の体型事前にお伝えしておくので参考にしていただければと思います。ということで、まず一コーデ目なんですけれども、これね、ユニクロのインナーとユニクロのね、新作のシャツなんですけど、私このストライプのユニクロのシャツが本当に可愛くて超お気に入りなので、この一コーデ目お気に入りなので、ちょっと皆様本当見ていただきたいです。そう、なんか今年はデニムとかにキャミにシャツ羽織るっていうコーディネートがすごい気分なので今回してるんですけど、そうで、これ GU の白パン買ったんですよ。白パンが今年履きたくてワイドな白のデニム買ってみたんですけど、これもめっちゃ可愛かったり、ちょっと履いてるとか早く見てほしい。履いてみるとこんな感じです。これね、サイズ S サイズなんですけど、なんかね、ウエストがちょっと大きかったんよね。太ももとかお尻とかは結構ぴったりめだったんですけど、ウエストが若干大きかったので、そこ気をつければ履けるかなと思います。で、これインナーね、ユニクロのこのインナーもすごい流行ってるやつ買ってみました。これも可愛かったです。結構ぴったりめで。来ました、このね、シャツね。もうストライプのシャツが本当に可愛いの。これがね、細いストライプのシャツと、この太めのやつがあったんですけど、個人的にはこれぐらい太い方が可愛いなって思ったので、細いとね、ちょっとね、なんか遠目から見た時にストライプ感がなかったので、こっちにしてみました。で、サイズね、大きめにしてます。L サイズぐらいかな、にしてると思います。ちょっと大きめ、ざっくり羽織る方が可愛いなと思いました。このユニクロのね、カップ付きのインナーがちょっと長かったので、内側に折ってます。ちょっとお腹見えた方がヘルシーな感じで可愛いかなと思ったので折っています。で、メガネ、これゾフのね、黒縁をかけていきます。わ、めっちゃ可愛い、めっちゃ好き。この黒のインナーとメガネの色が合ってて、すごいお気に入りでございます。え、マジ可愛い。この方でちょっと早く全身みんなに見せたい。で、バッグは、プラダのバッグとお気に入りのシューズです。ちょっとどこのか忘れたので載せておきます。これ、前回のルックブックでプラダのバッグめっちゃなぜか汚かったので、ちゃんと拭いてからこれ、ルックブック撮っております。はい。はい、ということで、あっという間に一コーデ目の完成でございます。これやばくない？ボトム GU でトップスどっちもユニクロよ。マジで本当に高めするというか、もう合わせ方で超可愛くないですか？で、これのコーデのポイントは、パンツのボトムが結構ね、ワイドめに、それにゆるっとしたシャツ着てるので、ダボッとになるので、インナーをちょっと折ってお腹を見せて、若干こう抜け感を出してヘルシーな感じを作っています。なので、ね、やっぱちょっとお腹見えるだけで、このダボッと感の中にこうギャップみたいなのが生まれるので、この着方すごいおすすめです。あとはメガネとインナーとバッグの色を黒で合わせております。私本当にこの GU のデニム今日も履いてるの見えるかな、今日も履いてるんですけど、本当に可愛かったです。実はユニクロでもね、白パン買ってみたんですけど、正直 GU の方がなんかプチプラで良かったなと思うので、これ私友達にもおすすめして、ココちゃんも買うって言ってました。はい、ということで、お次2コーデ目なんですけれども、そうだ、これね、マメとのね、コラボのね、インナーなんですけど、私このブラウンのカラーと黒と2色持っていて、ね、めっちゃ可愛いんだよな。色がね、ほんまに絶妙で可愛いんですよ。こんな感じ。可愛くない？これがっつりお腹、しっかり見えてか、待って。なんかタグ出てるやん、右のやつ。めっちゃタグ出てんの、全然気づいてない。すいません、タグが出ておりました。これね、サイズね、ちょっとね、私、おっきめ買った気がする。いつもなら S 買うんだけど、M か L ぐらい買った気がします。なんかこの豆のやつちっちゃかったんよ。ちっちゃいからちょっとおっきめにしました。それに、白のシャツを貼っていきます。これもね、ユニクロで、さっきのストライプシャツと一緒に買ったんですけど、めっちゃ可愛いの。もう白パンに白シャツに中ちょっとこう色物入れるっていうコーデが可愛いなと思って作ってみました。いかがでしょうか？マジでちょっとこの GU のウエスト大きすぎるから、みんなベルトするのをおすすめします。で、これに今回は大人カジュアルコーデ、そう、カジュアルに振りたかったのでキャップを用意しました。可愛くない？インナーさ、濃いさ、ブラウンにさ、ベージュのキャップ合わせてるこの感じが私はもう超お気に入り。もう本当にカジュアルコーデの代表みたいなコーデができております。で、シューズはさっき合わせた同じサンダル、ミュールみたいなやつに、バッグはベージュのアイテム合わせてます。これね、黒とか入れてもよかったんですけど、ちょっとね、なんかさっきのコーデと差つけたかったので明るめのカラーにしました。はい、ということで、あっという間に2コーデ目の完成でございます。大人カジュアルコーデです。これもさ、さっきのシャツにインナーにデニムっていう、その合わせな感じはあんまり変わってないんですけど、色味とあと小物の使いで結構変わって見えるかなと思います。このコーデも超可愛い。ポイントは白シャツに白デニムに白って口が回らない。実は私今韓国にいて、韓国から撮ってるんですけども、一日歩き回ってちょっともう口が回らなくなっています。で、白シャツに白デニムにインナーにしっかりと濃い色をグッと入れて、で、キャップとバッグとシューズは淡い色でまとめてっていう感じにしております。その色のね、バランスが結構ポイントかなと思います。かわいい、これもお気に入りです。超
可愛い大人カジュアルコーデ最高。はい、ということでお次3コーデ目なんですけれども、さっきの豆のブラウンインナーを使ってそのまま着回していきます。ボトムはクラネのこのね、ボトム超可愛い。これね、白 T の着回しルックブックのバーバリーコーデかなんかで使ったんですけど、これクラネのボトム超お気に入りです。なんかひらひらがついているボトムなんですけど、これ可愛いよね。でね、みんなこれめっちゃおすすめなコーデなんですけど、ユニクロのカーディガン、あのほんと無難なカーディガンを見てて、ボタン閉めるじゃん、閉めてちょっと下げて肩半分だけ下げるとこんな感じでトップスみたいな、ワンショルのトップスみたいに着れるの。みんなこれマジ試して、ユニクロのカーディガンとかお手持ちのカーディガンをそのまま着るんじゃなくて、上だけ止めて後ろにがっつり下ろして片方だけ下げるとワンショルトップスになるので、ちょっとこの着方マジでやってみてください。最近私よくこれめっちゃしてます。プライベートでよく着てます。でカラーのサングラスをつけています。これはねベージュブラウン系でまとめました。もうほんとこの着方おすすめ、ほんとにおすすめ。ちょっとみんなマジでやってみてほしい。この日に生み出してこの日、このままねルックブック撮影終わってから友達と会ったんですけど、こんな感じでこうできました。はい、あっという間に3個目の完成です。ちょっと間に合った。これ私本当お気に入り。あのボトムがねワイドなので、トップスちょっとボリューム感ありすぎると抜け感出ないので、肩をちょっと下げてワンショルにして着ています。可愛くない？さっきのさコーディネートもさ結構ブラウンとかベージュ系だったけど、これはこれでカーディガンの色がね結構暗めなので、もっと大人っぽい、大人カジュアルな感じになってます。可愛い、この着方マジ可愛い。ちょっと私ユニクロのカーディガン今年ね4色ぐらい買ったので、いろんなカーディガンでこの合わせ方をしたいなと思っております。皆様ぜひ真似してみてください。このコーデの仕方おすすめです。はい、ということであっという間に4コーデ目なんですけれども、お次のコーディネートはそうこれ GU で買ったサロペなんやけど、これめちゃくちゃ可愛かった。 GU ってね毎年夏にこういうねサロペ系白の出すんですよ。私去年もね持ってたんですけど、これステッチがしっかりしててめっちゃ可愛かったのと、見て着方見てさっきのカーディガンのねインナーをそのまま活かしていて、ワンショルにしたじゃないですか、片方下げたので、その片方下げた方のサロペの紐を下げてます。なのでワンショルが見えるようにそのままサロペットを着てるみたいなイメージです。この着方めっちゃ可愛くない？ただのサロペでさ着るとちょっとなんか食いしん坊さんみたいに見えちゃうのがあれだなと思ったので、片方下げてワンショルしてちょっと肌見せすることによってボーイッシュ感をなくすというか、大人カジュアル、色っぽいカジュアルに落とし込みました。はい、ということであっという間に完成です。今回のコーディネート全部ね、あのなんか活かしてる、1個目のコーデの何かのアイテムを活かしながら着回してるんですよ。1コーデ目はパンツ活かして、白パンね、でインナー活かしてみたいな感じで、活かしコーデでございます。これも可愛くない？やっぱ肩落としたのがポイントかな。あとはやっぱインナーその1枚で T シャツにサロペとかじゃなくて、ちゃんとレイヤードした上にサロペを見せることによって、なんかボーイッシュ感なくしたりとか、ちょっと子供っぽさをなくせる要因かなと思うので、あのちょっとこうレイヤードにレイヤード重ね重ねで、その上にサロペを重ねるっていう技もぜひ皆さんにあのやっていただきたいなと思います。でこの絵もめっちゃ大人カジュアルコーデじゃない？結構バランス感私好きなんですけど、いかがですか？皆様ぜひコメントでこのコーデ好きだよって教えてください。私はこのコーディネートが好きだって言って、ぜひコメント書いてください。待ってるよ、今すぐ書いて。はい、お次ラスト5コーデ目なんですけれども、これはねさっきの白のサロペを生かしたコーデにしたいと思います。黒の T シャツ合わせていきます。私ユニクロのさこの T シャツね超気に入りで、黒と白とグレー持ってるんやけど、めっちゃ着てる。これもめっちゃ今年一番 T シャツ系で着てるかなってぐらい着てます。で今回はさっきがねちょっとねレイヤードしていたので、そのままノーマルで着てます。でこのね黒 T にそのままサロペ合わせるとちょっとね子供っぽくなるというか、なんか牧場っぽさが出る感じがするので、ちょっとここからね小物とかで遊んでいくので、ちょっともうちょっと見てて、じゃん。はい、ここでメガネですね。やっぱりこう小物をつけないとどうしてもやっぱり子供っぽさ出ちゃうので、インナーのこの黒 T に合わせて、あの黒のメガネを合わせております。これにそうここもポイントで、バッグとかで例えば斜め掛けのなんかポシェットみたいな、そういうサコッシュみたいなの合わせちゃうとどうしても子供っぽくなってしまうので、何なんかめっちゃなんか今ハテナハテナみたいになっちゃったよ。そうなっちゃうので、プラダとかちょっといい女っぽいバッグをしっかり合わせることが大事かなと思います。でシューズはスニーカーで結構カジュアルに合わせました。はい、あっという間に完成でございます。パチパチパチ。これはさっきのサロペのコーディネートに比べてしっかりとカジュアルに振りました。でもカジュアルに振ってるんだけど、その中で私はメガネとか、あとバッグでプラダのちょっといい女っぽい革の、なんかそれでさナイロンとかのシャカシャカのバッグとか合わせると子供っぽくなっちゃうから、革でしっかりとかでレザーとかね、そういうちょっとテカッとした素材感とか、ちょっとこう高級感のあるバッグとか合わせて女っぽさとか大人っぽさっぽでしっかりと演出しております。個人的に私このコーデめっちゃ好き。これにねキャップとか被っちゃうと多分めっちゃねボーイッシュフリーになっちゃうので、髪の毛はざっくりとこう下ろして、こうふわっと大人っぽさをしっかり残した方がいいかなと思います。
待って、ラストコーデだと思ったらラストじゃなかった。また一コーデあった。やばい、これでラストかも。これでラストです。間違えました。すいません、もう一コーデありました。次がラストなんですけど、白の T シャツにカーディガンを合わせるんだけど、これさっき言ってた白 T ね、私がお気に入りで着てる白 T なんですけど、でサロペット生かしていきます。サロペットの着回し3つも紹介してる、やばくない？サロペット着回しコーデってタイトル変えれるレベルでめっちゃ紹介してますね。でカーディガン、これね、途中で紹介してたブラウンのカーディガン色違いです。これね、ユニクロの購入品紹介で前出してるので、よかったら見てください。これめっちゃ可愛いの、あれした、斜め掛け肩からかけました。可愛くない？でこれね、カーディガンのカラーがオレンジだったのでバッグをピンクにしました。この何、暖色でちょっとまとめるけどバイカラーにするっていうコーディネートにしました。はい、あっという間にラストコーデの完成でございます。これは私は色のバランスで結構遊んだコーディネートになります。さっきも言ったんですけど、オレンジだからピンク合わせるとか、暖色系の中でのバイカラーを作って統一感はあるんだけど、なんかちょっと他と違うなみたいな感じの印象にしたかったので、色の遊び方をぜひ皆様に伝えたかったっていう感じです。でこのね、肩からかけてる時って私結構ヒール系が合うと思っていて、なんかぺったんこよりもヒールの方が結構なんかイメージ的にマッチするんだと思っているので、今回結構高めなヒールを合わせております。このコーデもね、可愛いよね。地味にお気に入りのコーディネートです。なんか手振ってるバイバイってしてる。はい、ということで、あっという間に大人カジュアルコーデ終わってしまったんですけれども、いかがでしたでしょうか。皆様どのコーデが一番好きだったか、ぜひ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 コメントで教えてください。見てくれてありがとうね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。